熱意を史上最大の事件といえば、この被害、社会問題、アフィカス感という稼ぎに来ています。当時の D. N. A. がアフィカスがどんどん闇落ちしてしまう。時代のアフィカスから闇へ同士を生活できなくなった。はい、それってもうぶん回した。おはようございます。おはようございます。お昼ですが。おはようございます。<laughs> おはようなんだって。<laughs> おはよう、あいそうと言っても。確かに、あのバイトに入る時も。 夜でもおはようって入りますよね。そうやろ、人によるからな。<laughs> その生活のリズムとかそういうのも。だから常に、ね、おはようって,言って言っとけばいいと。<laughs> ウェブ業界も割と。<laughs> ブラック感出てますね。いや、そうやって,いつ,起きていつ寝るかなんて人によるから。<laughs> 寝てないよなんてあるかもしれない。28時間寝てませんみたいな人、普通にいるような業界だ。そんなウェブ業界、<laughs> はい、いつから働いてますかちなみに。と、6年前、7年前ぐらいですね。えー、今7年目ですかね。<laughs> 西暦でいうとあ。2017年。 ぐらい2016年17年ぐらい、はい、に入ってるということですじゃあそんな6年前7年前からいるはいに質問ですはい SEO はい史上最大の事件といえばはい何か思い当たる事件はありますか<件>うーん SEO に興味がないは NG です <laughs> <laughs> もうそれ答えたら SEO の生ループします。<laughs> 壊れたロボットみたいに <laughs> SEO 最大の事件はってずっと言います <laughs> RPG のキャラクターみたいな <laughs> <laughs> そうや<よ>ね <laughs> はい EA のずっと <laughs> そうやね無理だって言われても <laughs> EA を選んでもいやいやそんなこと言わずに <laughs> ず。倒しに行ってくださいよどうですかはい EA いい、ね、<laughs> もうずっと続きます最大の事件わかりますよ聞いたことあるでしょう Yahoo!、はい、が Google に飲み込まれたああ 全然違いまあ全然違います全然違うっていうか、はいこうね、話の流れを考えてほしいんだけど <laughs>、はい、いつからウェブ業界にいたっていう話をしてあ、はい、で6年前とか7年前とか言ってるやん、はい、ちなみにそのヤフーが Google に飲み込まれたのいつか知ってる 7年前。え違います。え年前に何でも起こると思う。文脈を考えてみてください。全然違う。文脈を考えて僕は6年から7年間で。こっちからのあれやかそっちから言ったものが全部7年前でハマるわけじゃない。ヤフーが Google の向こなんで多分2011年とかあ結構前なです。いやめちゃくちゃ前。多分そのぐらい。 なんだけどあ違います<違> <laughs> ちなみに言うと全然違います、はい、別に Yahoo が Google に飲み込まれましたっていう話、はい、えっと興味ないっす、ね、<laughs> <laughs> 誰も興味ない <laughs> だからそれは正確に言うとだからもともとの Yahoo のこの検索アルゴリズムっていうのが独自であったけど、はい、それが Google のやつを採用するようになったと、はい、YST と言われるもの YST 自体は今でもあるのかな Yahoo <laughs> ーサーチテクノロジーっていうのがあ ーそれがもともと y、ah、の検索を表示させるシステムそうそうだから Google は Google の方でアルゴリズムがあって、はい、それであの検索結果っていうのが決まってた、はい、だからヤフーはヤフーの方でアルゴリズムがあって決まってたからヤフーと Google は全く検索結果違った、はい、まあもちろんそのないいものをあげるっていう方針はあるから、まあ、多少の,その似てる感じはあるけどでも基本的には全然別物だったんだけどそれがだからヤフーが Google の方を採用するようになったから今は基本的に検索結果どっちも同じ<ー> Google の検索結果が表示されてるはい まあ実際はちょっと違うんやけどあ、まあ、ヤフーはヤフーっぽさをちょっと出してるって感じ、まあ、ヤフーっぽさ, <laughs> っぽさはまだまだ頑張るよっていうヤフーのあ、違う違う違う最後のこの意気込みが残ってるみたいなそういう,いそ,うそういうことじゃない,ういう灯火が ワンフォーーオルみたいな最後の残るもしびでチとかじゃなくて、ヤフーはヤフーで、あで、独自のものをいっぱいやってるじゃん、y ショッピングとか、そういうものが当然、それは差し込まれていくわけ、検索結果に。だって自社のやつじんないから、それグ Google がそんなん入れるかって、別に基本入れないわけじゃん、だって Google のサービスじゃないから、そういうのがあるから、検索結果は全く同じにはならないけど、基本的には同じものになっていると。それがヤフーの 話なんだけど、あれ今日本題なんの？あの全く違います <laughs> 本題なんだっけってが本題言ってない。まだ <laughs> 始まってもない。<laughs> 言ってない本題って始まってない。<ー>今のところ全く始まってない。違います。6年前、7年前にあった水曜史上最大の事件、はい、といえば、はい、ウェルク事件です。うん、ウェルク、ウェルクです。聞いたことあるでしょ。ウェルク。まあなんとなく聞いたことある。なんとなく。はい。<laughs> このウェルクっていうのがすごいとんでもない事件だったわけです。 もうこれは今なお続いていると言っても過言ではない、はい、全然、その当時り終わったのかといったらそんなことはなくて、今も大きな大きな爪痕、傷だらけです、<laughs> 誰がですかこの SEO 界隈の人たち、<ー>特にブログアフィリエイトをやっていた人たち、被害を受けたってことですかそうですよ、もうこれは言って被害と言っていいでしょう。<laughs> これは被害 ウィ、まあ、ルク事件な、はい、その名前は聞いたことあるけどあんまりよくわからないとウィルクっていうところが、まあ、大変なことをしたんだろうなぐらいにしか思ってない人がいると思うから、はい、今日の動画で、まあ、事件の概要と、はい、あと行き交つ何で、はい、そうなったのかっていう話とで今もどういう影響が残っているのかっていうのを一通りまとめて解説をしていこうかなということですちなみに、はい、この事件、はい、すごい大きな事件だったんで、ね、第三者委員会の報告書 というものも出ています、はい、第三者委員会の報告書そうなんです第三者委員会というのが立てられて徹底的に調査されたんです,です不祥事を起こしたりそうです問題が起きるとまさにそうですそれがこれです, <laughs> す<い>これ第三者委員会の報告書です、はい、めっちゃゃいいじゃないですかそうなんですこれ見てくださいこんだけあるんですけど<ー>両面印刷えその事件を第三者委員会が調査して調べて出てきた報告書がこれですあすごい。これ全部で276ページあります 第三者委員会調査報告書ということで2017年の3月11日に出てるのがこれあ要はこんな報告書300ページにわたる報告書作られるぐらいのことだった普通こんなのありえないなんかよくさあるじゃん間違った情報をこのサイトは書いているとかアフィカスがとか言われるけど第三者委員会とかできないそこが謝るかなんかして終わるあったとしてもね謝らないよ大体。 悪いいと思ってないかなか <laughs> 金稼ぐためにやってるからそもそも悪いと思ってない人たちが多いからそんな謝るとかもしないでもここは記者会見開いて第三者委員会とか設置して報告書出してとかするぐらいのことになったまあ言ったら社会問題とかそういうところまで発展してるから一メディアがよ言ってブログとかサイトみたいな一メディアがやったことでそんなことになってるウェルクはメディアなんですメディアです その話も後で言いましょう <laughs> <laughs> ウェルクが何なのかというところからちなみにこの報告書おもろいです普通にこれはねおもろいこれ読んでない人がいたらねぜひ読んでほしいなと思うブログとかアフィリエイトやってる人は <laughs> これ普通に読み物として面白いです<ー>あの本として出てても普通に結構あります <laughs> <ー>だからなんでそこに行き着いたのか、まあ、DNA ってう会社がやってたんだけど<ー>ウェルクっていうのは、まあ、DNA って今もおある、はい あの企業だけどそこがなんでそこに行き着いたのかとどうしてそんなのが起こってしまったのか<ー>で実際何が起こったのかって全部書いてあるしかも毎月のアクセス数とか記事数とかメディアごとのやつ全部書いてあるへえ<ー>これ全部書いてある、えー、おそれ確かにデータとして面白そうですやろだからこれはノブって普通に面白いから SEO とかなブログとかやってるんだったら 結構おもろい、ジネス書として読むのをおすすめする。<laughs> まあ、今日はそれを要約して教えてくれると。まあ要約してていうか、まあ、この辺の内容も扱いながら、迷惑、はい、事件とはそもそも何だったのかとか、<ー>そういう経緯とか、そんなのを話していくということです。 まあ俺がやったわけけけじゃなないいどどねねルでもだから中田のあっちゃんが歴史上のアリストテレスとかエジソンとかそういうのを解説するのに近いというと全然関係ないけど自分の思い入れあるからちょっと話せばっていうぐらいのもでちなみにまだ本題いきません長いですねんで今更メルク事件扱うのかっていう話をこれしとかないと7年も前の話なわけじゃんメルク事件 まあ何8年前か、まあはい、とかの話じゃないけども<う>8年前の事件を今更引っ張り出してきてどうするのかっていう話でまあそうです、ね、そでしょまあだからその俺がそもそもウェルク事件を扱おうと思ったのは、はい、これはねはっきり言っとくはっきり言ってくけど、はい、今ちょうどくしくもですね、はい、横浜 DNA ベイスターズが日本一になった翌日に収録をしてるわけです DNA がやったのがウェルクそして DNA がオーナーなのが DNA 横浜ベイスターズ同じ DNA で かなり喧嘩売ってるんじゃないですかいやこれはともすればこいつ DNA が優勝したことによって <laughs> あれ インプいや DNA ファンからかどうかは分からないけどアピィカス感というかさトレンドに乗っかって金稼ごうとしてる感があるいやでもそれは心外じゃあタイトルに DNA って入れましょう DNA は入れます DNA は入れましょう普通の人はベルクって言っても分かんないから今の人 DNA がおかしでありまじめ DNA は入れさせてもらうこれはでもはっきり言いましょう 稼ぎに来ています <laughs> いや稼ぎには来てるんだけどたまたまよたまたまのこの話自体もっと前に扱おうとしてたもんだからあ、はい、YouTube の企画でももうちょい前にこのウェルクの事件を扱おうってなってじゃん DNA の優勝があったから別にこれをやろうと思ったわけじゃない、はい、っていうかそのスピードではできませんあの <laughs> 報告書読めない <laughs> そのスピード感では。 だから別にそういうわけじゃなくて、まあ、2017年以降に Google とか SEO がめちゃくちゃ変化したわけです。その事件を受けてそうですあ<ー>まあこれがだからメルク事件きっかけだと言っても、まあ、これは間違いないでしょう。だからそれってすごいことだ,よだって一企業が起こしたようなことでさ、はい、それで Google の中のアルゴリズムって言われる仕組み変わるんだ<ー>すごくないこれって。すすごいです、ね、だってそんなこと普通ありえないじゃん。はい、でもそれをせざるを得ないぐらいだったの。はい、そのぐらい大きなものだったっていうかので。しかも今。はい まあ、チャット GPT とかいいろろ出てきてきる AI っていうものが出てきて検索エンジンのあり方自体が問われているわけですよ。まあ今代替されるんじゃないかとかって言いますけど今検索なんてしなくなるんじゃないみたいなあ、はい、別にわざわざさ検索エンジンにキーワードとか突っ込んで、はい、その出てきたリストの中からどれにしようかなとかって思ってそれを選んで自分で情報を取りに行かなくたって、うん、聞いたら答え返してくれる方が楽じゃないみたいな、はい、俺 Google いらなくなるんじゃないみたいな話もあると思う。 まあ検索エンジンジとしグーグル今ま様一強でしょ。いやそうやでずっと、みんな使ってまもう2 3 0年ぐらい、だからその最初の話もな、Yahoo がグーグルに飲み込まれましたみたいな、はい、それもすごいわけな。だって言って Yahoo ってそんなにちっちゃい会社じゃないわけで、<ー>そのぐらいだからグーグル強かったんだけど、そのグーグルがだから AI とか出てきてどうなるみたいな、まあ、でも SEO っていうのが変わる中で、この業界にいるならウェブ業界で働いてるでしょ。 はい、働いてないいですか働てます働いてまよ、<laughs> どういうふうに、まあ、今の、ね、検索エンジンに至っているのかみたいなのを知る上では、このウェルク事件を知っておくのはすごい大事なことなので、まあ、これを今、扱おうということです。はいということで、長くなりました、はい、本題ですやっとです。やっとです ただここれれがどこまで使われているのかか俺もらない <laughs> 今までのところが23分に起用されている可能性はある <laughs> 何分喋ったのか分かんないけどやっ,とやっと本題に行きましたベルク事件とはです、はい、まずすごい簡単に言うとメルク事件とは、まあ、DNA が展開していたキュレーションメディアの一つだったメ、はい、ル,ルクっていうのが発端となって起こった出来事ですキュレーションそうですキュレーションメディア、まあ、この話も後でします <laughs> <laughs> まあ要は DNA が運営していたそのサイトの一つであるウェルクが発端になって起こった出来事、はいはい、あじゃあ影響ほかにもそうなんですウェルク以外まあ D 以外もたは DNA 以外も、まあ、やってたんだけど、はい、DNA がウェルク以外にもいろいろやっとったわけですわわ、はい、かりますか報告書300ページくらい出てるウェルク一つではこんなに出ないわけよウェルク以外いろんなの入ってるからこれめちゃくちゃ長くなってる<ー>まこれも全部紐解かれてるわけだけど 個なるほどみんなウェルクしかないと思ってるでしょウェルクが悪いことしたから大変なことになってみたいな思ってるでしょ違うんですこうウェルクだけだったらこんな話になってないへ<ー>ウェルク以外にもいろんなことがあったからこんだけでかい問題になってる<ー>もうだって全国ニュースでもめちゃくちゃ取り上げられてて謝罪会見とか開かれたりして<ー>もう本当に社会問題になって結構大変な騒ぎだったんで覚えてない全然そんなありましたっけ <laughs> いやあっ、ま、たすご,いすごい問題になってた最近で言えばはい 底辺職業ランキンキグみたいなお、はい、話題にななったでしょなりましたね連日テレビ番組とかさ、はい、すごい叩かれまくっていたんやんはいまあ言ったらあれよりも全然でかいもうまああれ第三社員会立ち上げてないですからいやそうやで、ね <laughs> <laughs> まあ、規模が全然違うっていうのはそ,そうやねんけど <laughs> 母体になってる会社とかのあれってまあよくないけど、はい、ああいう記事を書いてしまってもはい でもあれってなんていうか実際に被害が出るようなもんじゃないと言ったら、はい、その作った人がそういうふうに考えたっていうわけであってそこの会社がそういう記事を書きましたっていうだけで、はい、それを見てじゃあ誰かが何かすごい被害を受けてるかとか<ー>そういうのがあるかって別にないわけじゃんまあはいまあちょっと気分を悪くするぐらいですでそうそうそうまあそれはそれってよくないんだけどただメルクの場合はそうじゃないとそうじゃないこれは実際に実害が出てる実害が出てるんですかそうなんです 怪我したりとか,ってことですかまあでもそういうことです。<ー>まあ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 。皆 <laughs> まで言うな。<laughs> またこれもやっていくから <laughs>。ということで、まあ、あんまり覚えてないってことなんだけど、はい、まあ俺はまあすごい覚えてるわけよこれ、まあ、最大の事件だったから。おまあその影響が今でも続いてるって言ってますもんね。そう。まあ、しかも当時はほんまにバリバリやっていた時だから。おはい、今でこそ SEO とか、はい、アフィリエイトみたいなものってちょっと離れてるというか。はい まあそれだけじゃなくていろんなことをやってたりするけど、えー、当時はメインだったわけよアフィリエイトとかのそうですていうか SEO アフィリエイトで生きていました <laughs> 普通にあってことはそのウェルク事件で SEO アフィリエイトができなくなったってことまあでもそうです、えー、できなくなったっていうかそこに大変なことが起こってはい,い,いもう今までのちゃぶ台を全部ひっくり返されたわけ <laughs> <laughs> まあ特にしかもその中でもまあいろんな,なジャンルでやってる人がいるから、はい、このブログとかっていうのも、まあ、でも俺はもう本当にドンピシャのところでやってかったから <laughs> とんでもない出来事だった <laughs> えそれは楽しみですねいやだから SEO、ね、<laughs> あれだろう <laughs> <laughs> 俺の不幸な話を聞いたから <laughs> 自分がいなかったからっていやいたかいなかったぐらいかぐらいなんじゃないですかでもワンチャンいなかったぐらいだろうあ、まあ、いたとして覚えてないわ、はい えぐい <laughs> 俺だってそんな状況なわけだ <laughs> 会社がやばかったってことかいやそりゃそうじゃんだって会社作って会社のメインの事業吹き飛んでるわけや、ね、ちょっと誰がどう考えたってやばくないそう YouTube やってる会社の YouTube が吹き飛ぶみたいなあ<ー>だからあれやん、ね、今カドカワとか大変なこともまってるやん、はい、ニコニコ動画とかさ、はい、ハッキングの被害でニコニコ全部止まって、はい、まあ今復旧してるけどずっとさ1か月以上とか止まってたわけじゃんまあカ a もいろんなことやってる会社だからあれだけど、うん ニコドとかしかやってないあれだったらニコドウ吹き飛んだらもうここ飯食えないわけだだから普通にそういう大変な時だ,いやだからそれを知らないと言われたら <laughs> まあいなかったということでしよういなかったと <laughs> <は>、はいうことにしよう当時はいなかったとっいう方が多分これ円滑に進む飲んで覚えてねえんだよみたいな話が始まっちゃう行こう次はい。DNA です DNA 知ってますか知ってますよ何のあれですかプロ野球を持ってるそうです さっっき言た <laughs> <laughs> まあでも正解です。<laughs> 1999年にできた、はい、まあ日本のインターネット企業です。はい。よくり言うと。まあ、DNA といえば、やっぱり横浜ベイスターズのオーナーになったことでも知られている、はい、まあちょうどなあの日本一に輝いているろで、はい、まあこの事件を掘り返して申し訳ないなと思う気持ちもあるけど、<laughs> いやでも俺にはこれを伝える義務があるんじゃないか <laughs> ということで、まあ、これを言うわけなんですが、あと、川崎ブレイブサンダースというお。おおバスケットボールそうです そこのオーナーもやっています DNA 儲かってるんですねでかい企業ですから掲げている標榜がありますスローガンみたいな感じですかそうですスローガン掲げているんです DNA 昔からさあそのスローガン何だと思いますか DNA が掲げているスローガンですもうしません違いますウェルクを許すウェルクの人前は踏まないで誰が言うてんねんっていう話だしあのね。ウェルク言っても最近の話やから もともと1999年とかにできてるからその時に変えたんじゃないですか年代とかにできてる変えてない変えてないからそんなん言ったらもう<の>ずっとウェルクのこと引きずっちゃうから <laughs> ドイツが第二次世界大戦を反省をしてもう全てを受け入れるみたいないや違いますだからって言ってもうしません、ね、<laughs> <laughs> ジャーマンみたいな感じではなってない <laughs> そんなまあ,まあ、まあ、そんな肩書きは掲げないで、はい、も,もっとなんかいいやつですあ ダトウグーグル。ああ、違います。ダトウアップル。あの、ダトウマイクロソフト。絶対に当たらない。か<あ> <laughs> ってないし。業態といいます。やってること。<laughs> そうか、原作エンジンじゃねえ。かぶ、うん、ってないし、あの、他社の名前とか出さない。わざわざスローガンで。<laughs> 違う。これは、あの、そもそも大きい企業っていうところが大きくて。はい。 大きい企業なんだけど、はい、その大企業的な仕事をするんじゃなくて、はい、もっと違う仕事の仕方をするっていう。違う仕事の仕方をする。大企業じゃなく、大企業の反対。大企業の反対。個人事業ですし。違います。さすがにそれは行き過ぎ。<laughs> <ー>会社、会社として。スタートアップ企業。ああ、まあでも近いです。ベンチャー企業。ああ、はい。ベンチャー企業です。 ベンチャー,ー自分たちのところは AQ ベンチャーだそういう精神でそうです立ち上げた時の精神でみたいなそう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 ,<ー>そういうのを忘れないようにってやっぱ大企業になっていくとどうしても、はい、な意思決定のスピード遅くなったりとか<ー>そうやって大企業というところにあぐらかいて仕事するけどそうじゃないんだいうことで AQ ベンチャーというのを掲げているわけで、ね、あ,あんまり関係ないですけどあの建築業界のなんとか工務店がずっとその工務店名前をけてい建築業界の何とか工務店がずっとその工務店って名前を付けてるのは めちゃくちゃでかいんでですけどああ竹中公務店うああそう <laughs> めちゃくちゃゃくかい企業だけど工務店って名前を残してるのは精神を忘れないようにみたいな話を聞いたことあります <laughs> まあそれと同じですか全然関係ないけど竹中工務店はすごいグーグルの広告によく出ててすごい名前とか、まあ、この業界にいる人だったら何ていうかそもそもでかいから <laughs> 知ってる人多いあ <laughs> あそうですでこの A 級ベンチャーはいなんでこの話をしたかっていうとはい どうせあれだろうまた余計な話しあがってと思ってるでしょはいこんなに進めろよと思ってるでしょ違うんですよそうじゃないです後でめちゃくちゃ出てきますこれは DNA が A 級ベンチャーっていうスローガン掲げていたことでウェルク事件起こってるって言っても過言ではないそのベンチャー企業の精神がやめてください後でやめてください後でやりますあまそういうことじゃないけど A 級ベンチャー掲げてていろいろと やったことによって怒ってるんだけどそれはでしましょう長くなるって今から問題はウェルク事件までの流れですどういう流れでウェルク事件に行き着いたのかというそもそも DNA って1999年できてるんだけどもともと何やっていた会社か知ってる旅行会社ああ全然違います建築 DNA トラベル的なことでしょ建築い建築中工務店に引っ張っちゃってるから違います 建築えぐいなあインターネット企業いい、ね、建築確かに <laughs> 俺,の俺の話聞いてたウェブサイトの建築言わない言わないそんなのもう疑われちゃうよその話長すぎて別日に収録してるんじゃないかって思われちゃう <laughs> <laughs> この直前にインターネット企業だっていう話してたよだから建築とかしてませんいや違うのここもともとオークションとか、はい、そういう経営のことをやっていた会社なんだ 昔やってたのビッターズとかビッターズっていうサービスやったのお笑い芸人みたいなぐらい違いますあめちゃん配るビッキーズやろビキビキビッキーズこうやってみんなであめちゃん配ってコビを売るっていうことをやってた人たちでしょ違います今スッチーでああほんまやなめちゃくちゃ売れてますけど違います違いますまあビッターズとかその後モバオクとかやってるんだけどモバオクそう モバイルのオークションってことですね。モモババオオーーククイイルルののシショョンンはい、知ってます知ってるっていうのは違う。言葉間違えてる。あヤフオクとか当時、やっぱでかかったから、モバイルの流れがちょうど来てた2005年、スマホ登場にはまだちょっと早いけど、もうちょっとしてスマホ出てくるところで、やっぱりモバイルだっていうところで、モバイオークっていうのを始めて、でかくなって、その後、モバでもう一個、めちゃくちゃ有名なものをやってます。モバ モバがつきますサービス、DNA、といえばよもうこれえなんだったら多分このイメージがある人の方が多いと思うけどね、まあ、ビッターズモバオクはまあこれは正直えそれ知らないのって言ってる俺の立ち回りはこれ老害の立ち回りです <laughs> まあ知らない人も多いと老害の立ち老害ムーブです今のはただ次に出てくるのはるこれは知ってる人も多いんじゃないでしょうかへ<ー>まあ今の若い子たちはな知らないかもしれないけど僕ら世代なら知ってる知ってる知ってる,ってるモバオク 違います。モバ公務店違います。全く違います。それは縦長工務店です。<laughs> 今から時代がモバイルだからモバイルの工務店になるその会社はもう潰れていました。今のところ残ってないし、あの横浜ベイスタッであのベーズとしてベイスターズを買収とかできません。<laughs> 違います。モバといえば、はい、モバ系です。 ああ確かに聞いたことあります、ね、モバデエですやったことないですまあまあまあやったことなくても聞いたことあるやんまあはいだってめちゃくちゃすごい流行ってたから当時これ2006年ぐらいなんだけど<や>そういう記憶もあんまりないなえ, <laughs> <laughs> え <laughs> そうなの <laughs> だからゲームの事業とかがめっちゃヒットして<ー>モバディエとかでなんかそれで売り上げ伸びたボブロックとかなそういうのもあって時代の流れもあってバンって伸びてって、はい、モバディエタウンとか おーはい聞いたことありますそうですよ同じですよモバイディエなんでそういうところでヒットしたゲームはいハイローワイヤルおーはいあれ結構最近でも聞いたことある。あでも多分リニューアルしてんじゃないおーあれだから元々十何年前にへえそんな前のやつそうですねそういう DNA がやってたやったことないですけどなんかめちゃくちゃそれがスマッシュヒットしてめっちゃそれが売り上げたまあただはいゲーム事業からはいベルクには繋がりませんまあそうですね全然関係ないじゃんはいウェブサイトって言ってましたそうですよこれなんで ゲーム事業からそっちのウェブサイトに行ったのかといめっちゃヒットしてたわけやん、買い取るわけとかじゃあ別に行かなくていいんじゃないと思うじゃん違うんですよまあゲームの方もありつつ第2の柱として当初はメディアの方を育てるっていう形だったんだけどそっちに移行したってことはゲーム事業って何か良くないことがあったからそっちに行こうとしてたわけなんだと思うゲーム事業の欠点欠点そうスマホが出てきたあ違います 全然違いますそれで言うとそれメリットじゃないなユーザー数拡大するからああそうかああ違いますゲーム自体はまあでも全く違う動きじゃないこれゲーム事業の抱えてる問題点何かっていうとですね飽きられたああそうか要は「回答のワイヤル」とかめちゃくちゃヒットしましたとでもそれだけで一生飯食えるわけじゃないってことは新しいゲーム出していかなきゃいけないけどはい じゃあ新しいゲームを出してヒットめっちゃさせられるからって言ったら難しいお金もめっちゃかかる出しました、はい、失敗するっていうのがめちゃくちゃこってしまうはいそう考えるといかにドラッグ FF がすごいかいやそうやな全部ヒットするじゃないですかあら,あらでもま,また別格やな <laughs>、まあまあまあ、めちゃくちゃ力入れて別格やろ FF <laughs> ちなみに「ファイナルファンタジー」の名前の由来知ってますかあれすごい<お>俺は知った時に感動したんだけど いや知らないですヒット作が出なくて、はい、どうするってなって、はい、会社やばいとで、えっと、考,えに考えて考えて考えて結果できたのが最後にできたのがファイナルファンタジー,ーこれがだめだったら会社終わりだから最後の物語だっていうことでファイナルファンタジーえそれが今ではもうめちゃくちゃ続いてるってす,すごくないすごいなそういう名前をつけたいよね <laughs> ファイナルファンタジーってだから思いが乗っかってるんだ <laughs> 開発者のあの名前には <laughs> なるほど 今日の w e b s t v も w e b s t v ファイナルファンタジーにしちゃうよ。あしないです。しないです。ラストテイルとかにし,、ね、しない。しない。俺はだってラストだって言ってでも全然。<laughs> <laughs> 引退しますって言った翌日に全然っやっちゃう方だか。<laughs> <laughs> 宣言撤回とかする方だから、そんな最後は <laughs> 安易に言わない。<laughs> 自分のあれも考えて。いや、違う。だからヒット作を生むのがめっちゃ難しいっていう、はい、話でもう一個。かそれで同じ文脈で言うと、 もう変動がとんでもなくすごい売り上げのいい時と悪い時あ,、はい、まあこれボラティリティっていうんだけど変動はすごいことそうとにかくボラティリティがでかいやえば企業としてはそれはよくないよねしかも大きな企業やそうそう言って上場企業でさ、はい、まあ言ったら日本を代表する IT 系の企業と言ってもいいわけで、うん、そこがやっぱり、まあ、売り上げがドンって上がる時もあればめちゃくちゃ下がる時もあるってなったら<ー>次にどうしていっていいか分かんないじゃん そうですね社員さんもいっぱいいるでしょうしそうそうそうなんか投資仕様にも投資できない、はい、とかなったら困るかな、まあそれでいろいろ考えた結果この今回のキュレーションメディアにたどり着いてるわけです切<ー>ました最初の方に出てきたキュレーションメディア <laughs> キュレーションメディアとは何なのかって言われてそれはあとで説明するからと説明拒んだキュレーションメディア30分,30分ぐらい経ってます、ね、おおここでやりましょう、はい、キュレーションメディアちなみにキュレーションメディアは

まああのイメージとしてはあんな感じ間違ってない <laughs> キュレーションメディア <laughs> あのキュレーションメディアの定義を何にするかっていうのは多分結構人によって違うというか文脈によっても変わるのかなと思うんだけど一般的に言われるキュレーションメディアってそのネット上の情報とかそういうのをそのまとめてきたサイトのことっていうのをキュレーションメディアっていう言い方をするだから情報とかを拾ってきてまとめてきてそれを一つのコンテンツにして出す、えー、まあそういう記事がたくさんあるのがキュレーションメディアです そもそもキュレーションっていう言葉もあれば、はい、キュレーターって言葉もあるキュレーターなんかイメージわかりますか、はい、キュレーターお金の網じあ違います <laughs> アフィカスです <laughs> それはねアフィカスです <laughs> まあっていうかめっちゃ稼ぎたい人まあっていうか、まあ、今な若干それって、まあ、近からず遠からずみたいな,<ー>なんていうの本来の意味は全くちゃうねんでキュレーターっていう意味自体は、はい 意味は全く違うんだけど今は何となくキュレーターっていうとそうやって、はい。 ネット上の情報とか寄せ集めて金稼ごうとする人みたいなイメージは確かにね <laughs> なくはないでもこれはねそのキュレーションメディアが暴走してしまった結果起こった弊害だと思うああ、それでイメージってるあ<ー>本来のキュレーターっていう意味自体はその博物館とかで専門知識を元にした情報収集資料の収集とかする人のことをキュレーターっていう意味方をするめっちゃ真面目じゃないですかいやそうやねん <laughs> でもそれが全然違う意味全然だからじゃあその人たちが例えばあのメディアを作りましたっていうのは結が レーョンメディアっていううのの本来のあれなんだけど、はい、全然違うんやネット上の情報を寄せ集めて作ったメディアみたいな <laughs> 全然なんか意味合いとしては全く違うものになってる <laughs> いやだからそもそもキュレーションメディアウェルクとかもキュレーションメディアっていう言い方をするんだけど、はい、これをキュレーションメディアと呼んでもいいのか問題があるってだって本来の意味とは全く違うわけ、はい、まあこれこの後でウェルクがどうやってできていったのかっていう話もするけど専門知識がある人がどうこうとかさ、はい、そういうようなことじゃなくて 言うたらただのまとめサイトでやってることは <laughs> まあ言い方悪くせでやってる人質 アグリサイトですよ <laughs> すごい言い方悪いこれでも,もっと汚しい言い方をするとアピカスですよ <laughs> まあこれはもうはっきり言いましょう当時の DNA がアピカスだったでしょう <laughs> <laughs> でもアビカス中のアビカスやろ普通の人だったらできないことを平然とやってのけるんだから <laughs> そこにしびれる憧れですよけど <laughs> <laughs> 普通できないからそんなこと。 でもそれをやってしまった結果、はい、それが社会問題ベルク事件みたいなところに発展して300ページの報告書とか3時間以上記者会見やるようなことになったなそこに繋がっていくわけです石壁に手を出してしまったわけです,すい,いやそうなんですやってはいけない領域に手を出してしまったの <laughs> いやでも俺このキュレーションメディアとかさキュレーションサイトとかさ、はい、そういう話をしてる時にさいつも思うんだけどさか,かっこよく言えばいいってもんじゃないははは 横文字でいややそうだ、ね、<laughs> なんか減ったらアフィカスがやってるさまとめサイトとか低品質バグリサイトみたいな感じなんだけどさ<ー>それをさキュレーションメディアって言われたらなんかすげえかっこよくてさ、はい、それっぽいのかなって思うじゃんしかも母体 DNA がやってるよね確かにそう思います、ね、そういうところがやってるさキュレーションメディアってなったらえめっちゃすごそうだなってなる <laughs> まあ中身は全然伴ってないんだけどウェブ業界そういうのマジであるあるだなと思ってかっこいい名前つけえなんか本来別にそんなさそんな UFO ど大したことなくないみたいなものも なんかそれっぽい名前をつければすごい最新のものっぽくなるっていう。ええ、ちょっと株ブログとかですか？いや違います。やめてください。恥ずかしいです。DX とか。DX。ああ、デジタルトランスフォーメーションみたいな。そうです。デジタル化みたいなことですね。うん、あ、そうです。だからその AI とかそういうデジタルとかの力を使って、まあ業務とかを効率化していって、ああ、もっと生産性を上げてとかそういう話じゃないけど、はい。それ DX。 <laughs> かっこいいですね。<laughs> デラックス。そうだ、ね、腰のカービィですよ。<laughs> 腰のカービィ DX。<laughs> このカービィの世界にも <laughs> デジタルの波が入ってきてるわけだ <laughs> あと、アジャイルとかさ。アジャイル聞いアジャイル。いや、全然わかんないです。アジャイル開発とかっていうプログラムの開発とかで。じゃあ、これはアジャイルでいきましょうみたいな。かっこいい。かっこいいよね。はい。 要は何かっていうと、すごい柔軟に対応しようっていう開発表がかざっくり言うと。そう言えよ。<laughs> そアジャイルっていう。<laughs> <ー>ちなみにその反対の開発は何だと思いますかアジャイルの。ノンアジャイル。ああ、違います。ナイジャイル。ああ違います。<laughs> 日本語入ってんだよ。<laughs> ナジャイル。アルジェリアとナイジェリアみたいなあの。関係ないですね。アルジェリアとナイジェリアとか。<laughs> アルジェリアとナイジェリアは。 ナイジェリアの方が資源とかあるらしいですよあそうかもしれないけど違います <laughs> 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 まあこれね絶対当たらない、うん、アジャイルの反対ウォーターフォールです <laughs> ウォーターフォール開発っていう <laughs> 全然違う全然違うじゃないですかこれもはっきり言いましょう罠です100答えられないと思って <laughs> 遊びでいい、ね、遊びで聞いてるところもあるじゃあウォーターォール開発ってそもそも何かっていうと、はい、まあ最初に作る前に全部要件とか決めてこの内容で全部いきましょう,もういい上から下まで全部決めてこの流れでっていうのが決まってるのがウォーターォール開発もうとりあえず最後までいっちゃいましょうみたいなそうそうそう。最初にだから全部決めてその通りにやりましょうっていうのがウォーターォール開発<ー>まあこれ普通のあるじゃん、はいでもそれだと困ることがあるわけよ そんななに全部決められない、うんまあ、ウォーターフォール開ーやった何が困るかっていうとこの辺を作ってる時に最初の方の仕様とか変更しようとかって思ったら、はい、困るわけよ、はい、だってもうこっちの方全部できて<ー>決まってるわけで、はい、だからそういうふうにだから柔軟に<ー>えっと何かあったら対応していきましょうみたいなのがアジャイル開発。なるほど。りとかっこいいじゃんかっこいいですね用語,用語として。まあ、乾先輩のサーブも ウォォーーータフつっ,ってました、ね、あー、まああれは滝のように名 <laughs> 前かっこいいからですけど滝のようにまあウォーターフォール自体がかっこいいかって言われたら別に滝やからな普通にあとグロースハックとかさくくグ,ログロースハックグロースハックグロースハック ほぼカジサックやったんです <laughs> 言い方言い方ほぼカジサックやった、あのー、カジサック出てこないですベベ業界グロースハックっていうそのメディアとかでめっちゃよく,くカジサック出てくるかもしれないですどいろんな業界にも顔出してきそうあそのハイエナみたいなこと <laughs> <laughs> やめましょう大きいところに喧嘩売るのはカジサックは別にそんな大きくないよ <laughs> 言ったら悪いけど俺らはだってカジサックなんかよりも若干 DNA に喧嘩カを売ってるところがある <laughs> まあグロ,サ、ね、グロースハックなそういうデータとかを元に分析とか、はい そ作ろう作う<ー>っ,って言い方をするんだけど、はいまあ、あとそれこそいうのうちで言うとオウンドメディアとかもさあ、はい、今オウンドメディアの構築と運用みたいなことやってるけど、はい、オウンドメディアだって、まあ、自社でやるサイトをかっこよく言うとオウンドメディアという言い方になる、はい、まあだからこの話戻してキュレーションメディアも結局、はい、かっこよく何だかんだ言ってるけど普通の人たちがやってるアフィリエイトサイトとかさ、はい、そういうものと全く何も変わらない、うん、その要はこたつ記事みたいなんで出来上がったアフィリエイトサイトみたいな感じ でここではいベルクです覚えてる話の流れ <laughs> DNA がいろいろとモモバイル系のことをやってモバイオフとかやって、はい、モバイエとかやってでゲームとかヒットさせたけどテレゲームっていうのはうまくいった時のあれはめちゃくちゃでかいけどそれ自体が難しいしそのボラティリティめちゃくちゃでかすぎるからどうするっていうのでメディアのところにたどり着いたとはいここでベルクです、うん、ベルクというメディアを始めたそうですまあそうなんだけどそこの経緯もいろいろありましてこれ実はベルク最初じゃない。はい 他にあるる中でウェルクが途中でででが途きてる<ー>まあその辺の話もするけどちなみにウェルクいつできたかっていうとですね2015年の10月ですはいここに開始されたのがウェルクです、まあ、医療とか健康情報を提供しているキュレーションサイトです出ましたキュレーションサイト <laughs> まあただのアフィリエイトサイトなんで <laughs> <laughs> <は>かっこよく言ってるだけそうですキャッチフレーズ心と体の強化します医療とかの情報発信するからですね、はい、だから病気とか治療法とか健康食品とか まあそういういい感じの情報を掲載してた最終的にはそうなんだけど、はい、最初ウェルク始まった時って別にそういうこと扱おうと思って始めてるメディアじゃないむしろそういうことはやらないようにしようって思って始めてるのがウェルク180度変わったってことそうなんです最初ねもともと何でやろうと思ったっていうと、はい、ライトヘルスケアと言われる領域でやっていこうっていうふうになったまあ要は病気とかさ健康とかドンピシャなところだと、はい、やっぱこれってなかなかあの手を出しにくい それなか情報の正確性とかそういうのはすごい求められるから、うんはい、じゃあこれを大手の企業がやろうと思ったらどうなるかっていうとどうしますか自分が大手だったらそういうメディアをやろうと思った時にうん他の会社に投げてもう間違ってたらそいつらの責任でああ<ー>す,すごい悪い悪徳だ悪大官みたいな感じにを想像した自分で <laughs> うんまあ違う <laughs> 違います まあ何するかっていうとですねお医者さんとかの監修をつける、はいはい、まあ要は何かの病気についてのことを書こうと思うんだったら、はい、その記事を書いてそれのお医者さんの監修をしてもらう<ー>間違ったことがないかとか正確なことを書いているかっていうのをお医者さんに見てもらう最近のウェブサイトでも監修ってついてるんですか 正確性っていうのがすごい大事になってきてるからそれで監修をつけることが多いんだけどだから DNA に関してもヘルスティア系何か病気とかを扱うってなると当然監修をつけなきゃいけないっていうのは当初から話としてはあったおおはい話としてはあっただそう現実問題それができないって話受けてくれるお医者さんとかいないってこといやいやいや大変やんだって立ち上がってまだ全く何の売り上げもないようなところでそんな全部の記事に監修つけてってなったら時間めっちゃかかるしお金もめっちゃかかるい。そんなのさすがにやってられないはい だからそのいわゆる普通のヘルスケアみたいなところじゃなくてライトヘルスケアっていうところでいこうあ,あんまり慣習がいらないところでいらないっていうか、まあ、間違った情報を書くというのはよくないけどそれでもさ例えば筋トレとかで書いてて筋トレで何かちょっとぐらい間違ってたって誰かがそれで病気になったりっていうことはないわけ化粧品関連の情報を発信しててそこでちょっと間違ったところで何もない。う まあそれいいとかじゃなくてでもその分野によってだからその病気とかのことを書いててそれで間違ってるよりも全然そのリスクとしては低いわけ、はい、だからそういうライトヘルスケアっていうところで行こうっていうふうになって、うん、でもそれがいつしか病気とか治療とかそういうものを扱うようなメディアになって,ってしまったと<ー>だからノルマに追われて近畿を破ってしまったとということです、ね、<laughs> まさに石師上に手を出したんですねいやそうですよ もうこれ被るしかない借金ってでなって,てこんなのを被るわけにいかないけどもうこれこれやらないとしょうがないああもう追い詰められてたわけですねそうです僕は殴るのをやめないウェ <laughs> <laughs> ルグ誰に殴られたんですか <laughs> あ<あ>この第三者委員会に殴られる、ね、<laughs> 第三者委員会は内緒人たちそれよりも世間やな <laughs> 殴ってくるのは <laughs> いやあるでしょそういうノルマに追われて これはやっちゃいけないだろうって言うけどもこれはやるしかないともう後がなかったんですね稼ぐしかないってなってそうそうだって今 YouTube やってるじゃんもしさこれが明日までに100万再生超えるような動画を作れっていうノルマを言われた時にこの今までの俺のやり方俺らのやり方100万再生いきませんいかないですねこの動画はい 絶対にそんなに伸びません。やっていてわかります。<laughs> もう4年以上もやってるんで、絶対に伸びません。ただ楽しいからやってるけど、絶対伸びない。<laughs> でもダメな。行か,かないぐらいそうです。はい。100万再生いかなかったら石仮面かされます。<laughs> どうですか。もうあれですね。 それこそおでんツンツンするとかああでもそうです裸で,であいいそうです。そうあなたやあなたのような人がウェルクを産んでしまったわけです <laughs> <laughs> ウェルクやってた人ですかまさにそういう話か確かにそうなるしかないのかそうやねだからそんなのダメだって分かってるけど、はい、でもノルマに追われてそれをやらなきゃしょうがないってなったら、はい、最初の方ではそんなのリスクが高いからやめとこうねってなっていたんだけど<ー>そこに手を出す<ー>なぜかって言ったらそっちの方が伸びるし はい、そっちの方が収益とかめっちゃ上がるからそうですねだからそっちにどんどん手を出し始めてしまう,ういいように考えていきそうですねすぐ消されるとしても24時間で100万いけば何万円は儲かるかみたいなまあそうです <laughs> そういう悪い思考をどんどん人間はしていくようになるわけですよ <laughs> どんどん闇落ちしてしまうとウェルクもだから同じような道をたどっているわけです<ー>はそんな リスク回避しようとかって思ったけど最後の方なんてリスクしか取らないリスクしか取らないまあでももう開示みたいになってるいやそうよそうじゃない結局儲からなくなるからこっいも同じよ結局そうじゃないと儲からないしのるまま達成できないからっていうのでだからェルクとかもこのキュレーションメディア自体がもう質よりも量を優先する方針だっていうのがはっきりとそういうのが出てるだから社内の議論でもそういうふうどうする まあこれはメディアによっても違うんだけど、もうウェルクとかははっきりその質とかよりもまずは量を増やしてい、はい、まあ適当なものを書いていいって思ってるわけじゃないけど、でまずは量がないとどうにもならないからっていうので量を増やしてその結果、どっかで破綻するわけですああ。めちゃくちゃ作っていったと。<laughs> いや、そうよ。めちゃくちゃ作っていった、はい、その。結構危ない情報のサイト。これをね、どのぐらいかっていうのも後でまた話をするんだけど、はい、もうとんでもない量なの。<は>普通じゃ考えられないような量の記事を公開していく。<ー>ウェルクなんてできてから。 まあ要は問題になって終わるまで1年くらいやな1年くらいのあれ1年ちょっとそこで公開されていた記事が何万記事とかへえ何万記事そうやで10年20年やってるようなもんじゃないそのウィキペディアみたいに誰でも編集できるようにしてるとかじゃないそれでもベルク1年ちょっとの運営で何万記事も中で公開されていたわけじゃ1日で何十記事って書いてるってことですかそうですすごいな まあ大企業だからすめちゃくちゃ人も雇ってやっまあそうなったってことですねまあこれ何がすごいかというと、はい、さっきも言いましたウェルクだけじゃないんですお<ー>やっていたメディアはウェルクだけじゃなくて他にもたくさんのメディアをやっていたんですへえ<ー>いいパスをありがとうこのあ <laughs> ウェルク以外にもたくさんあったと台本に書いています <laughs> <laughs> そうなんですさっきなんとなくぼやかした他にもいっぱいあっていたよということで、はい、実はウェルク合わせてこの時、はい、10歳とやっていました 10サイトやってたんです DNA だけで同じようなメディアをそうやってウェルクだけでも何万記事でそれが10サイト分あったんです何十万記事ウェルクだから健康とかさそういうヘルスケアの出来事はい。あとお金おおアパレル住まい車保険投資とかそういうのがまあ言ったら儲かるジャンルなんだけどそうですねそうなんです わかかりますかここまで聞いててもこの嫌いのアフィカス感分かるジャンルでもうどんな情報でもいいから機能がでかいアフィカス化け物ですよ普通に普通にこの辺のサイトの立ち上げだってそんなだって何年も何年もやってたわけじゃない言ったらもう始まってから終わるまでめちゃくちゃ早いから、はい、これ10個とか作っていく、はい、普通に考えてどのぐらいか10個作るってめっちゃ大変よ サイトを立ち上げて、はい、そんなの個人が立ち上げるわけじゃないからさ、はい、そのいろんなことを考えてコンセプトとかいろんなことを全部まあ収益性とかそのシミュレーションとかもしてこれいこうってなってすごいこうするとお金とかかけてやるわけじゃんだから普通にまともに全部自分たちで作ってたらこれ10個もできないじゃあどうしますか外注するああ違いますその後ですねそもそも立ち上げるときの話立ち上げるときもまあ外注しようと思ったらできなくはないか いや、そうじゃない。そうじゃないっていうか、要はゼロから全部を作っていったら、はい、そんなに短期間で伸ばせないっていう話だ。そう、もう作っていないサイトをコピーする。あー,いいすあー、違います。あ、悪いです。悪い <laughs> 悪い <laughs> あの、あ悪いクは悪い,悪いです。あの、犯罪ですね。<laughs> 普通に。まっすぐ犯罪で。あの、さすがに。 <laughs> あのメルクというかなそのアフィカスだとかって言ってるけどさすがにそこまではしません <laughs> 他の人のサイトをコピーいるよ、いるいるアフィカスマジいるからそういう人ちょっと変えてマジでガチ自分のさ収益がマジで下がってさ、はい、やめえどうしよう生活できなくなったっていう人余裕で他の人のやつ全コピーとかする <laughs> ガチであるからいるんですねいる昔からいる、ままあ、確かにできなくはないからやかなんだったら何がえぐいかっていうと知り合いのサイトとか余裕でコピーする、えー、仲いい人の。 だって儲かってるのが分かってるから、しか今もうまくいってるの話聞いてるから、このぐらい儲けてるんだって分かってるから、そう、だから知り合いのコンテンツとか全部コピーして、もってる。で、しかもちゃんと復活するいいや力ある人だね、もともと、そういう人たち、苦しみもう人間じゃないです。やばいでしょ、だからそういうこともあったりするんですが、違います、さすがにできません、それは。問題になるんで、これ何をするかっていうと、サイト買うんです、いや、買収、他のサイトを買収してくる。 うまくいってるサイトを買収してきて DNA の力資金力とか人材とか使ってそれをバンって伸ばしてやればゼロから作るよりも早いこれ理にかなってるそうなんですだから全部をその買収してきたわけではないけど、はい、キュレーションメディアの最初のやつっていうのは買収してきてるのへえ<ー>知ってますか2つのサイトを買ってきてます DNA はこれはい、古来ね有名ですまあ聞いたことがあるかないかって言われたら今までの話の流れで言うと多分ないと思うけど <laughs> 一旦チャンスを与える <laughs> 言ってみてください。その前、そうです。うん、何最初の2つは買ってきたかあ、えっとそれで言うと、うですか住宅系、住まい系のやつと、はい。まあメインはアパレルですかね。最初の方は。女の子とか、はい。そういう人たちが見るサイトこの2つ。2> あ<の>あ。ああ、でかいっす。<laughs> <laughs> じゃあ名前出さないで。 でか <laughs> <laughs> この文脈の中でこの名前を出していくといろいろ波紋を情 <laughs> 々じゃないけど波紋を広げることになるかもしれない <laughs> 違う小悪魔アゲハ違いますそれ基本雑誌やそうですね <laughs> 紙じゃないアパレルのサイトって知らないんで アパレルのサイトで出てくるの怖く魔ありはな <laughs> い。や、っぱり女の子芸能って、ね、偏りすぎちゃう。<laughs> もうちょっと、もうちょっと他にない。<laughs> 違います。最初に買収した2つ、2> はい、イエモとメリーっていう、うんはい、メディアです。もう全然ピンとこないです。<laughs> イエモとメリー。イエモとメリーっていうやつ。<laughs> まう2014年の10月ぐらいに。 買っててきるここから DNA のキュレーションメディアが始まったんですこれを買うことによってちなみにこの2つのサイトはいで買収してると思いますかもうすでにそれなりにこうあそうですもちろんうまくいってるやつを買ってきてるいくらぐらいですか5億あ違いますそれヒカキンの家ですヒカキンの家っってて億だあれ5億はじめ社長か 5億でもすげえなと思ったけど今、日金20億ぐらいだっけコムドットとか5億ぐらいじゃない。事務所作ったの。えー、俺なんでこんなに YouTuber の YouTube について詳しいのか知らないけど。<laughs> はじめしゃちょ、4億だそうです。ああ、俺も惜しいじゃん,ん。そうですね、4億だそうです。日陰は20億。いや、そうだよね。<laughs> はい。すごい。日陰 <laughs>。日陰は5億でもすごいんだけど、<laughs> んな全然それの上で行く。ちなみに、違います、はい、全然違いますあちなみに、はい。 ヒカンの20億を超えています。え？超えてるんです。全然超えてる。そんなに？そうなんです。じゃあ30億とか。ああ違います。もっと言ってます。50億。そうです。ええ！2歳合わせて50億。うわすごい。すごいでしょ。さすが DNA。そうやね。だからそのぐらいかけてた。まあうまくいってたっていうのもあるし、めちゃくちゃすごい伸び方をしてたし、もうこれで来るだろうっていうのがあったから。 億で買たぶんイエモの方が15億って出てたからそれで考えるとメリーの方35億とかで買ってると思うんだけどすごいじゃんすごいですねとんでもないはい。真似できないよそんなすごいよなだからゼロからやると時間かかるからじゃあこれいいのがあるなら買った方が早いって言ってさ50億で買えるってそりゃもう大企業だからこそや。 だからここからデータ DNA がキュレーションメディアっていうのを始めて、はい、そのエムメリーみたいなやつをいろんなところで作っていって<ー>その中にベルクもあって、はい、もうとんでもない勢いで SEO の検索結果っていうのを独占していったそんなめちゃくちゃ記事バンバン書いて SEO で上表示できるんです、ね、できたんですよそれができたんですよ当時まあ今同じことをやっても上がらないだろうけど、はい、それでも当時はできたんですよ<ー>だってとんでもなかったの、ね、ベルクだって まだ立ち上げて1年で月間2000万ユーザーとか。へえ。一1年やで。ちなみにメリーもめっちゃすごくて、2013年の4月ぐらいに立ち上げて、2014年の7月ぐらいの時点で1億 PV とか超えてる。1年ちょっとぐらい。1年ね。だからまあ当時は確かにキュレーションメディアすごかった。上がりやすかった。上がりやすかった。キュレーションメディアがっていうか、SEO 自体がやっぱアルゴリズムの変更とかいろんなことがあって。 その当時この業界、はい、大量にいろんな人が爆誕していました爆誕いろんな人が現れてきた時代でもある有名人というかインフルエンサーみたいな感じですかああまあインフルエンサーではないけど、はい、まあそうそこにつながっていくような人たちいろんな人が爆誕していた時代でもありますはい与沢さん違います与沢さんは一人です一 <laughs> 人です人 <laughs> あ人たち？<laughs> 人たちです。その名所その個人名じゃなくて。違います。ちなみにそれで言うとネオヒルズ族ではないです。違います。アフィカス。ああ、まあ、あの。アフィカス。アフィカスども。違うクソアフィカスども。違う違う。言い方じゃない。言い方じゃないんだけど、アフィカスどもじゃない。まあ、結局アフィカスどもになっていくんだけど、大体ほとんどが。違いますよ。ブロガーズ。ブログの先生。違います。 それはもっと後です <laughs> それはその辺でうまくいった人たちが稼げなくって最終的にたどり着くのがブログの先生でありに情報商材やつい <laughs> そういう流れがあるわけじゃあ、ね、ブログの先生はそのウェルクが生み出した、まあ、そうです被害者のま痕、まあまあ、でもその言い方はできなくはないよな <laughs> ウェルクがなかったら僕がしし今そうやなブログの先生もいまだにいけてたかもしれないからなみたいななちゃっちゃなやり方しなくて済んだかもしれないな稼げなくなってるのに一生 自分はまだ稼げてます,す、ね、って言い続けて,て、ちょっと優しい目で見ようと思います。<laughs> これからは。はい、違う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 違います。はい、あのブロガー、ブロガー、ブロガーがめちゃくちゃ大量に発生した時だ。いだから2014年10、2015年ぐらい、はい、キュレーションメディアっていうのが DNA やっててめちゃめちゃ伸びてた気はい。<ー>同じようにだから検索結果とかそういうので上にありやすかった。だからブロガーとかっていうのもめちゃくちゃ出てた、はい。ブログで稼げる人たちがいっぱいいるんですね。 それまではあんまりだからそういうブロガーの記事とかっていうのは上がらなかったんだけど仕組み的に、はい、そういうのが2014年15年ぐらいは上がるようになってきてたから、はい、それで記事書いたら SEO で上に上がって結局お金稼げるからっていうので大量のブロガーが入ってきてあまあその流れで結構なインフルエンサーになった人もいれば、まあ、その後と闇落ちして <laughs> 情報商材やな人もいると。 みたいなそういう人もいるんだけど P 入れますそれら P 入れてください <laughs> <laughs> 俺も揉めたくないんだだ <laughs> からそういう時代の背景としてもさ分かるじゃんブロガーってだってそんなさ、はい、言ったら SEO も何もやったことないメディアの運営もしたことな、ね、いただの素人とかブログやってさ、はい、それでうまくいってその<ー>、まあ、プロブロガーというかさ、はい、そういうのになってそれで独立していくわけじゃん<ー>そのぐらいだから SEO とかも当時は上がりやすかった、うん、やり方とかいろいろ分かっていたらだからそれをもう完全にハックしていたわけ DNA はこういうふうにしたら SEO 上がるっていうそれでもう分回した大企業の力を人とお金を使いまくって分回したそれは稼げますねしかもそれがだからとんでもない勢いで伸びていったでそもそもだからなんでこれウェルクが上位を突進できたのかっていう話もちょっとするとですねこれ SEO 的な話になるんだけどやっぱり記事の書き方が当時の SEO のアルゴにめっちゃハマってたっていうのはでかかったこれ何だったかっていうと当時は長文 SEO ですとにかく長文が強いへえ長い記事 を書くとととすすすごいいいそれれがが強強かっっっったたたのの、はい、ああて言われるもも SEO でででめっちゃ強い時代だったんんけどまあ関連キーワーワドみたいなもんです例えばサッカーとかで書こうと思ったら関連キーワードっていろいろあるじゃん例えばオフサイドとか、はい、えとペナルティーキックとか、はい、まあドリブルシュートとかそういうのがあるんだけど、はい、そういう関連キーワードみたいなのがいっぱい含まれているのが強かった、はい、まあこれはだから長文になるとやっぱりいろんなキーワードも結局必然的にというか自然と含まれるからそれも強くなる要因だったんだけど。はい だから質の高い記事っていうのを書くと SL 上がりやすくなるんだけどそれがだから網羅性と専門性が高い記事っていうふうに認識をしていてそういうのを作るっていうので作ってたは<ー>それを書くためにはどうするのかっていうこれがマニュアルとしてライターさんとかに配られていて、はいはい、それを元にもとにとんでもない数の記事を書いて更新していたということでちなみにこれどのぐらい書いていたかっていうとは<ー>まあサイトによって違うんだけどこの報告書の中にだから 何月に何記事公開されたとかっていうのは全部載ってるんだけどカメディアのだから10サイトのやつ全部載ってるの、えー、へえ学生の推移と公開された記事数のあるところ、はい、ウェルク一番更新されていただき3500記事ひ月つです,か月間ですじゃあ1日100 100 1 0 0 1 1 0から110100記事以上が毎日更新されてるけで <laughs> すごい、ね、それはとんでもない <laughs> でこれがだからウェルクだけじゃなくて10個ある あだから各サイトに数万記事とか入ったデ、うん、ベルクだけで最終的にえっと入っていた記事数が3.5万記事かな<ー>3万5千記事これたった1年とかの話や <laughs> すごいななんかラモスがどんどん侵食していく感じ <laughs> いやそうやなそうなんて言ったらいいのか分かんないけどさこの話をしてるだけでさう恐ろしいよな、はい、こんなこと言うとなんだけど本当さ金に狂ってるというかさ まあそれが何でそんなことができてるのかっていうのをまた特別なあれがあって普通に人を雇っ,ってきてそれができるかって言ったらできないから、はい、DNA がちょっと特殊なことをやってる普通の人だったらできないようなことを特殊なことそうなんですまあこの話もちょっと後でしますと <laughs> <laughs> とにかくそのぐらいまあいろんなメディアをやって完全に当時の SEO っていうのをハックしていたからそれでそのやり方っていうのをマニュアル化してそれを配ってもうとにかくぶん回していたと。 俺はもう本当に史上最大だ。もう見たこともない検索結果の動き方だった、ね。やっぱ真のアピカスを経験してないから。<laughs> アピカスレベルが低いです。弱小 YouTuber にいじられてた。あれが弱小 YouTuber? <laughs> <laughs> あの、アピカスと詐欺違います。<laughs> あの、詐欺は犯罪です、ね。<laughs> そこを、<laughs> そこを間違えたらいけない。<laughs> よろしくお願いします